毎日英単語 Day 58。 今日の単語はこちらです。この単語の発音と意味わかりますか？発音は Substitute Substitute です。まず出だしの音ですが、この山形の発音記号はあ、あという音になります。一番大切なことは口の幅を開けすぎない、それから口角を上げないということですね。例えばさっさとしなさいって読むべきセリフを口角を上げてしまうと、さっさとしなさいっていう風になってしまって、本当に怒ってるようには聞こえない。まあ、誰か他の人の目があったりとか、怒ってる演技なのに可愛く見られたいとか、そういう時にこういった違う音色が出てしまうことになりますので、この発音記号の時は口角を上げないように気をつけてください。で、次なんですが、B と S の子音の連続がきます。ここはサブス、ブス、ブスってならないようにしましょう。サブス。綴りでは B なんですが、 B の音に近くなるということです。サブス。声が出てる B で止まる、サブ、止まる。で、出てきた時には S の音になって出てくる、サブス、サブス。こんな感じになります。で、その後はスティではなく、ステ、ステ、ステ。という音になります。この E を逆さにしたような発音記号はシュワっていう名前なんですけど、面白いですよね。曖昧母音って呼ばれています。なので何かしら声は出てるので母音ではあるんですけれども、どの母音か、 A でもなく E でもなく I でもない、なんだかわからない音を出せっていう、これは印なんですね。なのでサブスティじゃなくてサブステッテっていう音にします。で、最後はトゥートトゥート、軽くトゥートってやって終わりです。サブスティトゥート、サブスティトゥート、サブスティトゥート、サブスティトゥート。意味は何かの代わりになる、何かの代わりにするです。例えばココナッツオイルが主語で、ココナッツオイルはサラダ油の代わりになりますよっていう時は、代わりになるですね。あなたはココナッツオイルをサラダ油の代わりに使うことができますよっていう時は、主語はあなたは、なので代わりにする、ココナッツオイルをサラダ油の代わりにするですよね。最初にご紹介した例の方が代わりになるで自動詞、後からご紹介した方が代わりにするで他動詞ということになります。この単語の語源になっているのはラテン語で下を意味するサブと、立つとか立てるを意味するスティトゥットという言葉になります。今だからこそ牛乳の代わりに豆乳を使うとか、砂糖の代わりに黒糖を使うとか、健康のことを考えていろいろな代替品を使うことが一般的だと思うんですけれども、もともとは何か一番ベストなものが手に入らなくて、その下のランクのもので代用すると、そういう意味の時に Substitute という単語が使われていました。なので下に立っているというような語源が元になっているっていうのもうなずけるんじゃないかなと思います。ちなみに英語ではST という組み合わせが出てきたときは、ほぼほぼ立つとか、その場にいるとか、動かないとか、そういった意味になるので覚えておくと便利です。例えば、助けるという意味のアシストですけれども、これはそばに立っているという意味になります。その場にいて動かないとか、もしくは滞在するという意味のステイ、これにもST が入っていますね。それから昔TOEICによく出たストールという屋台という意味の単語ですけれども、これも設営するというか、その時だけそこに立っているお店ということで ST が入っています。他にも establish とか install とか institution とか ST と入ったら、何かしら立っているとか、しっかりとその場にあるというのようなイメージになるので覚えておいてください。
はい、それでは今日の作文です。 It is healthier to substitute 何々 for 何々 when you make pancakes。 パンケーキを作るときに何々の代わりに何々を使うとより健康的だ。 If you've run out of cooking oil, you can substitute 何々 for it。 サラダ油を使い切ってしまったのなら何々で代用するのもありだ。ちょっと難しいかもしれませんが、ぜひ括弧の中に名詞を入れて自分で作文をしてみてください。